23日、天皇皇后両陛下主催の園遊会が開催されました。長女の愛子さまは初めて出席し、招待客と笑顔で歓談されました。23日午後、東京・港区の赤坂御苑、御苑・で春の園遊会が開催され、天皇皇后両陛下をはじめ皇族方が臨まれました。愛子さまはピンク色のドレスを着用し、初めて園遊会に出席されました。 今回の招待者は去年と比べて500人ほど多いおよそ1700人で、俳優の北王子金也さん、美術家の横尾忠則さんらが出席し、両陛下や皇族方とマスクなしで歓談しました。俳優、北王子金也さん、愛子様本当に、ご卒業、それから就職おめでとうございます。両陛下、ありがとうございます。北王子金也さん、 本当に大変だと思いますけど、頑張っていただきたいなと。皇后さま、仕事では周りの方、とてもいい方に囲まれて、とても楽しく。北王子金也さん、そういう出会いというのは一番大切ですからね。皇后様先輩方が優しく、楽しく。北王子金也さん、ああよかったですね。今回、初めての出席となった愛子さまも終始笑みを絶やすことなく。 招待者と作品やペットの話題などについて時折笑い声も交えながら歓談されていました。